アジサイが降るいい花ね。葛飾勝負町三つ本公園、まだちょっと勝負は花勝負縁口と書いてあります。今日は28日、5月28日三つ本公園に来てみました。まあちょっと少ないですね。今度茨城の十二層に行ってみたいと思っております。勝負園、ここは水が止まってないんだね。ここは止めなくてもいいのかね。支援チャリティー何やるんでしょうか。チャリティーをやるそうです。明日チャリティーやるんですか。はい、明日やるんですか。明日かどうかちょっと分かんない。分かんない分かんないね。令和6年水元公園でした。咲いてるところ、まだあんまり咲いてないところ、いろいろです。それはそれでね、釣り方があるからあれだけど、あれあれそんなのは釣ってるわけじゃないから。でも良かったね、今日ね。大雨の予定だったけど、今雨し見たら雨はほとんど雲ないね。あ、そうですか。うん、だから多分降らないね。さっきパラッと来たね、うん、でもこれで雲は逃げちゃったから、今日30、50ミリ降るってから、いやこれ土砂降りだなと思ったけど、でもまあ10時11時には何とか分かんないけど、そう、2、30分待たなきゃダメ。あ、来ない。三つ本公園の、さつきを見に来ました。そうですか、名所ですね。勝負祭り寄付、おお、豊かな自然を楽しむ実行委員会、金魚うなぎ根本うなぎさん、おお、テナント建物、ここが入り口だ。釣ってる。深さどのぐらいあります？深さ、こんなもん。お、50、60。50ぐらい。おー、で、こ
だったら聞いたら面白いし、よく釣れたら面白いね。そうですね。あの賑やかで、うん、暇じゃなくて、それなり。タナゴより面白いでしょ、引きもあるし。ああ、タナゴより面白いですよ。タナゴはあまりにも引きないもんね。あ、ここがいいの。今度来ていいかな。誰が来てもいいの。誰が来てもここで釣れんの。問題ないですよ。問題ないの、うん、無料で釣れんだ、うん、おいいとこ見つけた。向こうの方も無料なの。ここは全部無料です。あの水元、あの水の方も、うん、全部無料。あ、そう。あ、こっちの方が軽くてこの長い椅子持ってくるといいね。そうですね。はい、ありがとうございます。できれば写真で釣れたところを撮ってみたいね。あ、そう。50だったら2、30分待たないとダメかな。あ、そう。いや、腕がいいからすぐ釣れますよ。あ、こういうあの浮きもこういう浮きね、うん、でもよく引くんでしょこれ。引きますよ。お、じゃあもっと餌小さくしてもダメ。小さくしてすれば引きですぐ引っかかるでしょ。いや、このなんだっけ、金魚草もあるしね。お、来た。そう。お、やっぱ練りなんだ。そうです。うーん、餌小さければ釣れそうだけどな。すまへん、よく言われるんだ、やかましいよって。こうやって写真撮りながら聞いてると。まあ、写真は写真でいい趣味ですよ。そうですかね、うん。あ、ご存知、ユーチューバーって言うんですよ、私。あ、そうですか。うん。あ、この絵か。残念ですね。ユーチューブで釣れたとこあげると。そう。まあ、皆さん、あら、釣れんだって。あ、じゃあ俺も水元で釣ろうかなって気になるかも。あの、針は何号の針？針はね、タナゴ針です。あ、タナゴ針ね。あ、引っかかったら、あの、なんだっけ、マッチ棒みたいにピッてやれば外れるもんね。そうですね。マッチ棒でやる。それと、あ、外すやつあるもんね。うん。サリ、あ、来た。これなんだ。あら、まあ、残念。葉っぱ、ムトシ。葉っぱが釣れた。大量です。葉っぱが釣れました。葉っぱ、ムトシが釣れました。え、葉っぱ、ムトシが釣れました。葉っぱ何？葉っぱ、ムトシ。葉っぱ、ムトシ。葉っぱ、ムトシって。ああ、知らない。なんて言うんだっけ。昔のコメディアン。ああ。葉っぱむとし、ダジャレじゃなくて、うん、あ、そう。お、この餌ね。昔の死んじゃったけど、おそう、葉っぱむとし。葉っぱむとしね。人生、私もだいぶ古いんだけど、記憶にないな。そうですか。うん。お、でもよく引くよね。相当いるんだろうね。いますね。今。水元提灯出して、あ、いっぱい、あの協賛とかいろいろやってました。このカプチーノ、そうだ、これんじゃなかった。まっすぐ行った方が早いね。まっすぐ行くんですか。うん、で途中の信号左曲がるよ、さっきの通り出るじゃん。